ってことで今日はクソガキクランかファイヤーたちのチームどっちかに1位を取ってもらいたいです。どうもアルケンです。それじゃあやっていきましょう。うわ、やり合ってんじゃん TS たち。さあスチーミーバトライドウォー。さあでも TS がダメージ食らってペガサスとタットは HP ありますね。さあペガサスがショットガンがなくてスナイパーがある状態。さあスチーミーバトルが行われているが上を取ってるのは敵かこれ。さあペガちゃんたちは家の中をさあ固めてますねしっかり。さあ上から AK の音がするか。さあスナイパー、うわーこれやばい、ペガサス落ちたらやばい。さあ背中に銃弾をもらってしまったペガサス。さあそれを見切って相手さん一気に詰めてくる。うわー、さあペガサスここは一気に AK でさあダメージをもらっている。さあ打ち返すがここは当てれず、さあ一気に上を取り返します。これしんどいな。さあ対空されたらめんどいが、さあめちゃめちゃ対空されるぞ。さあ上を取ったのはペガサスだがこれ長くなりそうだな。エンケンさんおはよう。あ、おはようルリ、来てくれた、お前が一番乗りだってことで、ルリチャスが来てくれました。どうも。あれ FNCS って3週目で終わりだっけ。これで終わりじゃないかな。これで終わりなんだ予選ウィークは終わり。そう、はいはい、ヒートと決勝だけ。ヒートは来週、再来週、来週じゃないかな。あ、来週なんだ。13、14がファイナルだから。あ、じゃあ来週やな。週早いなもう。いや、それ抜いたらでかかったな。いける？もう一発撃つが、変さむずいよね、車当てんの。弾もちょっと少ないですね、これね。タットがめっちゃアイテム持ってるから、ちょっとショットガンの弾とか分けてあげてほしいね。機材もちょっと少ないし、このまま最終円に入ったら、ちょっとリフレッシュは必要だね、どっか。さあ、ここは TS たち移動していくがあまり資材は使えない。あれ見て、さあ、ペガサスたち。さあ進んでいきます。さあ TS が上からスナイパーライフルの車線通って、さあぶち抜かれてしまった。そうね、それでこれ後ろのやつが来てるから、こっち詰めてきたらやばいね。さあ後ろの人たちがゆっくりゆっくり追いかけてきている。さあ木の中を透かしてみて。さあここはさあタットが開けてしまった。さあ CCE ジェイソン・ステイサムがさあ中に入ってきて、ここはタットやれるか。さあやられてしまった。いちいち効果かこれ。干せると思うね。そうね。いやー、しかし横からのヘイトがあまりにもすごい。さあここはあえて壁を張らずに、さあヘイトを分散させた。偉いぞ TS。 これ結局多分1キル取れて干してるから、うん、全然まあまあ悪くない。そうだね、良くもないけど、まあアイテムがちょっと増えてないからちょっと、いやー良くない、美味しくなくない、まずいまであるな、これ。美味しくないね。まあでも生きてるだけ。確かに。でかい。さあ逃げ遅れてる敵、ここは倒していきたいが。さあ逃げられてしまった。いやー倒しきりたい。さあ横のオートバイクを倒して。さあここは資材をもらうことはできていないか。いや、増えてるね、ちょっと。ベイコンも持ってなかったな。さあ味方の HP が本当にもう、本当に無理ってぐらいの HP になってますね。戻りって、これ戻りや。全員生きてる。さあ目の前、さあ蘇生してるのか。気づけ気づけ。さあここはペガサス気づかない。さあキルを取らなきゃさすがに無理だぞ。さあ後ろの TS たちやられてしまった。さあ目の前 Z2 アレン。さあペガサス1人になってしまった。残り資材ゼロ。さあ目の前に誰がいるか。ここはさあ一度ジャンプを入れちまい。さあ倒せずに、さあやられてしまった。今ジャンプしてなかったら倒せた感じあったな。倒してたね。ね、さあ TS が真ん中の方に降りたので一番戦いが始まりやすいところにいる。さあしかし、うわー、さあここは TS 狩られてしまった。しかもあの初動でねやられるとね、あのシールドも回復するから。さあここは TS 潰されてしまったね。さあペガサス一旦さあ外れの家の方に行きました。ちょっと終盤リフレッシュもっと狙っていきたいね。リとかリザートと
大満できるぞ。うわこれバレた。うわめんどいめんどいめんどい。さあ一度そうね、さあ海のさあ水平線までさあ泳いでいきたい。うわー敵がたくさんやってくる。うまい。そう一発64ダメージ出して、さあここはもう戦うしかなくなってしまったペガサス。さあタットのさあ援護がさあ来ないとこれはさすがに 3V1 クラッチはさあできない。さあタットも戦っている。落ち着いてフロッパーを食べていきたいが、横からアサルトライフルバン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 撃たれていくぞ。いやしんどきついな。いやでも勝てる。さあ24、さあタクショ相手は紫タクショ撃ち上げるもある。うまっうまい。うわー一落としたけど体力あれば。さあ1落とした。ここは蘇生入れられる前にさあ戦っていきたい。さあここタクショ入れに行くが起きてしまう。さあここはハイグラからやられていく。みんなダメージ欲しいからな、見つけ次第殺しに行くよな。20イースたちはそうね10ポイントまあちょっと稼いでんな。やっぱり終盤行かねえと伸びねえなポイント。ここから試合が始まるかだよな。さあ味方が1人ちょっとペガサスが残り HP1。 いやしんどっ。よく HP1 で残ったもんだ。危なすぎるマジで。さあ相手の物資を見ていきましょう。さあ相手の物資弱いよ、やばい。さあペガサスがアリケン見といてという。さあさあなんか来ましたね。さあペガサス、いや自虐じゃないことを願ってます俺は今。さあ先ほどぶち倒された。さあ YouTube 響きたちのパーティーがさあやってきました。あさあ一気に響きに、さあここ集めていく。さあペガサスたち、さあレバーアクション打っていくが、後ろからスナイパーライフルの射線が通っている。さあ目の前響き、さあ一気に登ってくる。さあここは落下ダメージ死なねえよなお前な、落下ダメージ死なねえな。さあよかった。さあもう本当に怖い。さあペガサス横からユンジンの射線をさあ切っていきたい。こんばんは。さあ加速、あやっと来たシュンシャン。さあ今ペガサスたち戦ってるよ。さあ解説お願いします。さあいいですね。よくねえんで。よくねえんで。いいですね。さあちなみにまあどんなストーリーがあったか説明していますと、先ほど今対面しているパーティーに初動、ぶっ潰されて、やられたからこれはリベンジマッチですね。ね。さあここはペガサスが一度横に出て上の様子を見ます。さあバレていない目の前のユンジ。さあここはショットガンとアサルトライフルで一気に油断したユンジン倒して、さあ横を張り替えられてしまうが。さあここは前にワンボックス増やして、さあ戦っている。さあタットが一発、さあハープンガンを食らっているがしっかりと回復していきたい。一気にどっかワンピック3人で行って絶対1人倒すまでやれば。さあしかしここで気をつけないといけないのは 1V1 をさあ3回したら負けるので、さあここは一気に2対1で人数有利を取ったまま行きたい。さあペガサスここは車線を通している。さあ目の前の顔文字マークの人間をさあどんどん詰めていくぞ。さあアサルトライフルどんどん撃ってゆっくりゆっくり詰めていく。さあ敵さんアンチ外に一気にさあ逃げていくが、ここはペガサス。さあ接合部分を壊して、えあれやばいな、物資上げないようにしてる、ね、さあしかし、ね、キルは入って、ここはペガサス踊っていきます。おお、ね、さあ物資を渡さないように遠くに行ったがアンチが近いので、うわめっちゃ物資、おいしい。これはでかい。さあデカポ2つ、ハープガンも取れる。真右にいるの危ないな、なんか怖いね。さあ TS 一度1下げてやっ、うわうわスナイパーか今の。さあ TS1 人になった。さあペッパーを食べた TS、 TS がさあ倒してはいない。さあ横から来たノースティシャムをさあ倒して、さあ移動していく。いい移動、いい移動、これはぞ。いい場所、砂に潜って、さあ砂でアンチ移動。さあさすがに砂を撃つ人間いないでしょこれ。ちょっとこれ怖いな。そうね、いや大丈夫大丈夫大丈夫。ボーラーっぽい、ボーラーっぽい、ボーラーっぽい。いいねいいねいいね、いいよいいよいいよ、強いよ。出るな出るな出るな、資材取れないんだ砂の状態だと。うわうわ、でもこれはいや32ポイント頑張ってる。そうね、ポイント稼いだね。結構上がったよねこれ。
全然まだ全然あるな、うん、10位全然ある。さあ目の前さっしゃーなんちゃらかんちゃらだ。さあここは TS たちが一気に詰めていきます。さあ待て待てと一気に詰めていって、さあ TS、 さあ目の前に来たところ、さあキルを入れる。でかいねこれは、美味しいポイント。さあやっとスチーミー初動枯れました。さあ初動戦えば、さあサージも大丈夫と。ナイス。ここから順位ポイントがどんどん入ります。さあ逃げた先に敵が来たが、いい判断。いや生きてるのが偉い。そうね、さあ生きていれば。よーっとファッ、どういう、うわなんかやばいよ、ほら一気に全てがやられたぞ。 TS たちあるやん。 TS たち9位じゃん。いいね。あと2試合で、うわ全部終盤いけばいけるよ TS たち。え、お、さあフリーになってる、いなくなってる。ウォウォ、こっちにずれてる ね、 いいね。あらあらあら、あらあら、あこれもしかして、あらあらあら、あら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 、これは来てる。おっとおっと、これは落としと、これは待ち構えているマニマニが、スポーツが出てきた。一気に倒されて爆発したら終わるぞ。だもう動かないもん、ほら。さあ味方2人を置いてやられてしまった。さあ残り人数サポート2入りたい、2入りたい、2入りたいね。さあ目の前の、さあきっと巻いてる、頑張れ TN スタンドリー。さあこれ落として、さあ倒していく、でかい、これで全然あるぞこれ。3位、さあ資材をしっかり取って、いい資材取り。さあ残り3パーティー、多分112112押したい。さあ鉄を10かかるかな、ヘルス。さあここは一気に、さあ TS 詰めていく。さあ目の前ってうまい、出てきたところ、さあ順位を1個上げた。そしてペガサスが一気に上に攻めに行く。目の前のコロコロを倒したら勝てるぞ TS 行くが、これは2位。うわこれは惜しい。いや 6キル2位は美味しいよ、美味しいねこれは。うわ今惜しかったねペガサス。 TS をさあ見ていきましょう。いやいけるいける、次の試合終盤いければある、ポケたらちょっと怖い。さあデルタタット YouTube 頑張れ、さあ TS 頑張れ、ペガサス頑張れからな。うん、みんな同じ感じ。黒かなこれは。さあこれは移動しますね。さあしかし対空されてる。いやこれあいつら怖いよ怖いよ、これ怖いよ。今多分切れてますね。ね、こっち上で、あれって言ってたの。いやちょっとや怖いなこれ、離れてるから。怖いね。さあしかもスナイパー紫。さあフェンネルの2人がさあ近づいている。さあ TS が1人離れている。お前これワンパンだ体力怖い。もうそのフロッパー取って逃げろ逃げろ。そう、うわしかしスナイパーさあ狙っている。さあ TS 当たらなかったが、いや AR 一点当てられたねこれ。これ詰めてくるんじゃない、これ詰められたら終わるぞ。これも剣台使ってでもいいから。いやでもあんまないな、怖い。さあこれ引いていく ね。でもこの人たちもまあ来ないと思うし、さあストークさんたちも横にいる。ここ危ないとこになってきたね。さあ TS たちここは一気にローグラウンドを取りに行く。いいねローグラウンド、誰もいなくない？ いやいるけど後ろからさ撃たれる TS。 ここは生き残りたい。さあペガサスが戦闘でやられてしまった。さあここはちょっと生き残りたい。サージ来てるねこれ。さあサージが127以下。さあダメージを、さあタットが一気に稼ぎに行った。さあ一人で突っ込んでいったタット。さあダメージを稼ぐことができるのか。倒した、すごい倒してる。さあ1キル取って、しかも回復アイテムをゲット、ミニプロッコゲット。さあ TS に渡したい。さあ TS たちいい、ね、ハープンでいい、ね、さあ神神ちょっと増えて、めっちゃ世代落ちてる。よっぽん100個まで増えた、100個まで増えた。え、来る感じね。でスカーもゲット。でもアセルトライフの弾があまりにも少ねえわこいつ。さあタットが TS まで そこまで来れれば。さあでかいがファイヤーたちや、さあファイヤーたちが横にいる。さあタットは合流したい。いや怖いなそれ、だからしんどいぞ。さあしかし TS ここはさあ一人やって、横からのヘイト TS が、さあ生きてる。さあ一気に逃げてペッパーで足が速い。うまい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 。さあ足の速さを生かして横に入れて敵を倒したかった。ここは倒せず。さあパッドもまだ生きている、どっかで。さあここで合流、でかいでかい、ここで合流。さあミニポーションをもらえるか。いやパッドのミニポーション残り1個。さあこれ渡したい。いい位置取れてる、めっちゃいい。こここれはいい。さあ11ポイント稼いで100ポイントまでもういったぞ。さあ残り6人。さあ一度ダウン落として、さあ周りに敵がいるか危ないぞ。さあ横にはマニマニ。さあここは後ろに引く、しかし逃げ場がない。さあ次のアンチ次第ではしんどい思いをする。後ろから誰かが来る。
さあたっと子がやられちまったから100ポイントまで稼ぎました。さあそれで FNCS もさあとうとうラストの予選 FNCS ウィーク3デイ3の最終結果見ていきましょう。ドン、うわー通ってる TS たち、ナイス、イエーイ。そして TS たちが7位、いいね、やっとナイス。3周目にしてやっとかよ、やっとだぜ、あぶねー。 TS とたくさん最後頑張ってくれたマジで、ね、ナイス、おめでとう。3度目の正直おめでとう、おめでとう、まあそれではウィーク3終わりで来週からやっとヒートです。ヒートは感染がどういう感じで起こるか分かんないけど、まあでもやっとルリたちとかワイホとかリザートとかそういうやつはあの出番ですので、やっと ね、2週間3週間ぶりかな、3週間ぶりにあいつらも出てくるので、来週のも激アツなのでよろしかったら見てください。 TS たちおめでとうございます。ライトたちも、来週のヒート頑張りましょうということで、皆さんお疲れ様でした。また来週の動画でお会いしましょう。それじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。またな、バイバーイ、まだな、お疲れ、まよ。